皆さん、明けましておめでとうございます。2023年1月1日日曜日です。今日はですね、新年ですので、本当に去年ですね、1年間ありがとうございました。今年もよろしくお願いしたいと思います。本来ですね、今日のテーマは、えー、中国の事情について話をしたいと思います。 本来ですね、習近平がオープンだと宣言して、国境線もオープンにしましたので、外国との投稿をですね、自由にしましたよと言って、世界から歓迎されるんですね。みんな嬉しいでしょうし、みんなにすごい高評価されることを期待していたんですよ。当然ですが、今はもう全くの逆ですね。中国がオープンだよと宣言する前ですね。 ある意味、投稿はできました。当時は厳しい検査もなかったんですよ。しかし、オープンですよと宣言してから、多くの国はですね、中国地域から入ってくる、入国してくる人に対して、入国の制限、あるいは厳しく検査しましょうと、なんだと、そういう施策を出しました。アメリカは2歳以上の方を対象にして、飛行機乗る前に、 48時間以内の PCR 検査の陰性証明書が必要です。そして乗る前に証明書を提出しなければですね、飛行機の登場はできません。それは1月の5日からなんですよ。みんな警戒していて、中国政府はやはり隠蔽します。本当のことを言わないからです。しかしアメリカ国内ではこれに関して批判する方はやはり多いんですよ。 中国からの入国者ですね。完全に入国禁止だよと、すべきですよというふうに、えー、ありますね。そういう話は。しかし、アメリカの専門家としてはアドバイスをしました。中国から入ってくる人の状況を調べていって、中国の国内でどんなことを起きているでしょうか。その真実の状況を把握することが大事ですよと。もし、 変異種が出ましたらですね、事前にそれを把握することが大事ですよと。それから日本もそうですし、韓国、インド、マレーシアもですね、中国地域から日本の施策を出しました。そして一番厳しいのはイタリアなんですよ。中国から入ってくる方に対して、強制的に PCR 検査と抗原の検査を受けてもらいます。 そして、ウイルスの DNA を調べます。原因としては、この間ですね、中国から飛んできた飛行機2機ですね、92名の乗客のうちですね、陽性は35名でした。そして、もう一つの飛行機にはですね、120名の乗客が乗っていて、うち陽性の方は62名でした。なので、合わせて、 え、感染率はですね、陽性の率はですね、45.7%でした。これでイタリアはびっくりして、これから飛行機がどんどん飛んでくるんですよ。やはり怖いんですね。これで慌てて対策を作りました。ウイルスの DNA を調べて、どんな種類でしょうか。変異したかどうかを知ることが必要ですよと。そして、イタリアの国民を守るために、やらないといけません。そういうふうに説明してました。 もし変異種が出ましたら、事前の対応、あるいは予防もこれでできるんですよと言いました。同時にイタリアは EU 全体に発信しました。我々全員での行動が必要ですよと。全員で中国から飛んでくる観光客ですね、の制限、検討しましょうよと。これはですね、やはりイタリアは心配しています。もしイタリアだけですね、 観光制限ですよと言ってしまうと、中国に制裁されてしまう可能性が高いんですよ。なので、e、EU でやりましょうよと呼びかけていました。フランスのマクロ大統領政権はですね、国会に国民の安全を守るために、適切な行動をしましょうよと呼びかけていました。フランスの衛生機関として、中国のことを注目はしていますよと。しかし、今のところですが、フランスとしては、 何かがすることは考えていません。ただし、EU と同じ行動しようと考えています。今の施策、対策の修正はしませんと発表しました。つまり、フランス側はですね、まだ親切だと言えます。つまり、中国政府の言うことですね、のことをまだ警戒していないでしょうと思います。現在ですね、我々見るのは、中国の包囲網と言います。あるいは、 警戒の枠がですね、できてきています。みんな警戒して中国からの入国、えー、歓迎しないですね、はっきり言えば。これからですね、ヨーロッパ、あるいはヨーロッパの支援権権ですね、これはロ、えー、センブルクとかになってきますので、そして北アメリカですね、いろいろ国ですね、これからどんどん自分の対策を発表するでしょう。 中国に対しての入国制限、あるいは歓迎しないっていう姿勢ですね。出していけば、これはですね、大変です。みんな仲間ですね。中国は孤立されてしまうんですよ。でも、これはずっとではないと思います。例えば、中国が落ち着いてきたら、緩くすることは、なる、なると思います。ただし、落ち着くまでは、緩くすることはないんです。 習近平は来年3月ですね、経済の回復、産業の発展を目指していますが、しかしですね、外国の制限を受けるとですね、厳しくなってきます。つまりですね、外国からの指導者、あるいはエンジニア、あるいは営業マン、あるいは商社マンですね、中国に出張来れないんですよ。帰りが大変ですね。なので、これからですね、そういう影響は出てきます。 現在ですね、中国全体的にピークを迎えました。ただし、これも証拠ありません。中国政府として統計はしないですし、そして統計しないよりよりですね、統計のことを邪魔にするんですよ。なので、できないようにしています。統計は。真実のことを公開しないから、外国から見て、中国ですね、やはり怖いんですよ。どんなことを今、中国で起きているでしょうかみんな知りませんので、怖いんですよ。もし、ここで、 変異種というものが出てきましたら、3年前と同じようになってしまうんですよ。ものすごい大変ですね。この状態が続くとですね、渡航禁止になる可能性はある,あると思います。中国政府としては、12月19日、すべての国際便を2019年のように回復しましょうよと発表しました。これからですね、飛行機の便数はかなり増える傾向です。 そして2023年の夏までに2019年のように戻りましょうという目標を設定しました。つまり航空会社としては自由なんですよ。中国に飛ぶ飛行機もそうですし、中国から帰ってくる飛行機も基本はもう自由なんですよ。そして乗組員に対しての PCR 検査はしません。隔離もしません。すべて2019年のように戻りました。 また、中国政府としては、はっきり言わないですが、パスポートの、これも内部の話なんですが、中国の各地ですね、パスポートの再発行、更新、申請、すべて再開しました。申請すれば、政府としてはもう絶対発行するんですよ。つまりですね、中国政府は言わないだけで、政府として出国ですね、指示するんですよ。 中国オープンの流れとして少しまとめました。12月7日、中国はゼロ感染者施策の新しい十条新しい10個の対策の案をですね、発表しました。しかし、この対策の案をですね、見て、内容はですね、オープンなんですよ。12月26日に発表して、来年の1月8日、出国、入国を全面的にオープンするよと発表しました。同時に、 中国の各地でパスポートの業務を再開しました。そして12月28日、中国の航空総局ですね、発表しました。すべての施策2019年のように戻ります。航空便のですね、管理はもうしません。全部自由です。本来はですね、これは1月1日にしたいんですよ。でもですね、外国の航空会社、外国にある空港ですね、どうしてもすぐには対応できません。 例えば、中国から飛んでくる飛行機ですね。着陸しました。荷物の運搬とかありますので、手続きもしそうですし、通関とか入勘とか、それも大変ですので、なので、そういう状況ですね。やはり生徒ですね。人員とか、そういう体制がありますので、少しは時間かかって、1月の8日となってしまいました。もし、すぐに対応できればですね、今はもうすぐにできます。 この間ですね、12月7日から中国の感染者が急増です。そして1日の感染者の数は3000万、4000万人でしようと言われています。つまり中国では感染者が増えている状況であって、なのに国をオープンしました。入国は大関係です。そして出国に対しても支持する姿勢ではあります。これは非常に大きな変化であって、この3年間ですね、 中国のパスポートの申請ですね、更新は基本はもうできないんですよ。政府としては受付しませんという姿勢を出していたんですね。そして出国も指示しない。特に外国からの入国ですね、世界一厳しかったと思います。 一部の人はですね、チケットを買いました。手続きも終わりました。しかし、出国の時ですね、税関で止められて、質問いっぱいされてですね、あなたは出国禁止ですよと言い渡されたりありました。当時はものすごい被害者が出ました。みんな迷惑でした。しかし、現在ですね、180度の U ターンして、出国を促進ですよというふうに私は感じております。 ここらの感染者が多いから世界に蔓延させようっていうふうにしてるでしょうかと思ってしまいますね。もう中国の社会では多くの人はですね、やはり不思議な点が多く思っています。ここまでですね、感染者が急増してきて、重症の方は多いですし、これは本当にですね、中国がオープンしたからでしょうかとなってくるんですよ。社会の世論としては、中国政府はオープンにしました。 ただし、実際的にですね、今の中国の社会ですね、閉鎖の時とあんまり変わらないんですよ。街にはですね、あんまり人はいなくて、病院だけパンクなんですね。病院だけは人いっぱいです。あるいは火葬場ですね、人がいっぱいです。どうしてかと言いますと、みんな怖いんですよ。みんな怖いから外出はしないんですね。外出すると自分も感染してしまうっていうふうにみんな思っていて、みんなは外出しません。 ある方のお父さんですが、95歳であって、老人ホームで3年間、普通に暮らしをしてきました。その後ですね、中国政府がウーポンですよと宣言してから、老人ホームとしては、今までよりですね、厳しい検査をしました。しかし、それでもお父さんは感染してしまって、しかしですね、本人は外出は絶対しないですよ。 そして、北京の総合病院ですが、1500名の医療関係者がいています。一瞬でですね、1000人感染しました。医療関係者ですが、みんな、今までの通りですが、保護服と N95 マスクとメガネですね、着用していて、つまり、ウープの前と全く同じなんですよ。でもですね、ウープ前は陽性にはなりませんでした。しかし、 オープンですよと宣言してから一瞬でみんな感染してしまいました。医療関係者なのにですね。しかもですね、ピッキーの感染者の数はスピードもそうですし、数もそうですし、とても急増です。早いんですよ。とても不思議ですよとみんな言っています。こちらはですね、ピッキーの徴用の病院です。中は人いっぱいです。外も人いっぱいなんですよ。 撮影する時間帯は違うだけで、場所は同じです。ずーっと長い列ですね。できていますので、中から外までですね。ずーっとです。病院はですね、前からパンクですが、中は人いっぱいですし、そして、この病院の施策ですが、ベッドで横になる方ですね、重症の方だけにしますよというふうに決定されています。つまり、呼吸困難と肺炎、 だだけのことだったですね。そして北京の玉玉区、えー冷,まあ、冷蔵庫というところですがこれはですね北京市として北京の政府として豚肉というものを保存する場所であってで,ですねこれは国が運営する倉庫です現在亡くなった方を保管する場所として利用しましたこの場所もですね一応ですが1万5千0人保管 できる予定ですが、初日だけで1万と700人入れました。ここで、北京市の初期ですね、現地で泣いていたらしいんですよ。そして、この倉庫はですね、今は満杯です。なので、外のコンテナに入れていきます。まあ、黄色い袋ですね、中にありますので。そして、これはですね、戸籍の削除の手続きなんですよ。今日はいっぱい電話であって、明日開けてきてね、と言います。 中国では仮装する前に、そういう手続きですね。の一つとしては、戸籍を削除することです。そして多くの方はですね、亡くなった親族のことを、ここで一時保管することにしました。お金を支払って保管してくれますので、そしてピキの仮装場の仮装する順番待ちをですね、今はもう2週間以上ですね。 これは上海も同じなんですが、今日のニュースです。上海の警察官、心が黒い、仮想場仲介業者の取り締まりをしました。特別チームを作って、仮想場周辺でパトロールすることを強化しますよと。お金はわかりませんが、北京では一応6万元払えば、すぐに焼いてくれるらしいんですよ。最近ですね、芸能人のお父さん、お母さんが、 亡くなるっていう情報ですね、すごい多いんですよ。芸能人、あるいは芸人さん、男優、女優の方はですね、やはり普段は注目されていますので。この方は、愚友といいますが、お母さんが亡くなったんです。えー、3日前ですね。そして、親族の方が亡くなってくると、芸能人さんはですね、大体 SNS に投稿します。みんな同じですが、やはり仮装する場所がないんですよ。 みんな人脈を使って、何とかは有名人限定の親族さんだけを使、集めてですね、次回で焼いたらしいんですよ。そして現在ですね、いくら有名人であっても、いくら権力者であってもですね、今はみんな大変です。亡くなってしまうとですね、処理するところがないんですよ。そしてこちらはですね、今ネットで話題となっていますが、 12月の26日のニュースでした。この方はですね、長生さんです。そして、コロナ感染して、あの、肺がですね、焼、まあ、けたというか言いますね。そしてね、あの、心臓が衰退して、3分間で亡くなったという情報が出ています。これが中国のニュースなんですよ。息子さんなん,なんですね。このお母さんが中国の芸能人であって、ダンスの先生なんです。大先生ですね。 そして、自分のお母さんが亡くなったので、息子さんは自分のお母さんのことを SNS に投稿しました。みんな今の社会、あるいは政府の対応について、みんな不満ですので、これで情報ですね、公開してると思います。12月24日、長生芸能人さん、87歳ですね。まあ、コロナに感染した可能性は一応あるんですよ。 そして、連続3日間の熱は出ていました。ただし、高熱でもないんです。38.6度前後でした。そして、熱を避ける薬量の服用して、大豆の水を飲んだりしました。4日目となってくると、気持ち良くなったと感じましたと。咳はもうしません。そして、食欲も出て、たくさん食べました。喉も痛くないんですよ。 水を飲むとですね、咳が出るんです。咳すると、痰が出ます。なので、よくないものを出るんですよね、と思って、これからは回復するでしょうと思っていたんです。そして、元気になったところで、12月14日、クリスマスの日ですが、午後の2時ぐらいでしたから、もう冷たくなったと。なので、一応病院まで搬送しました。ただし、結果ですが、無理でした。病院で、 同じ症状で亡くなる方が多いんですよ。と、息子さんが発信しました。周りの、その、同じ患者さんの親族さんに聞いていくとですね、見えない同じ症状です。つまり、元気となって、なったと思って、一瞬で亡くなるんですよ。これに関して、台湾の生物科学研究所がですね、中国大陸のことを分析しました。中国はこの3年間、 厳しく対応してきました。デルタ、あるいはデルタより前のものが残っている可能性はあります。それを判断するためにはですね、ウイルスの DNA を分析することが大事ですよと。例えば、患者さんもそうですし、重症の方、あるいは亡くなった方ですね、の症状とウイルスの DNA を分析して、その情報を公開すべきです。世界に教えて、現在、 どんな形のコロナ流行っているでしょうかみんなで情報の共有が大事ですよと。中国は最初の段階でやっていました。今もやっているとは思いますが、しかし何も公開しないんですよ。世界ではオミクロンがメインとなっていて流行っているんですよ。でもオミクロンはですね、これからも変異するでしょうと推測はできます。しかしもしデルタあるいはデルタ前のものですね、 存在していれば、そして量が少なくないでしたら、大変なことになってしまうんですよ。デルタに感染してしまうと、すぐに重症になる可能性が高いんです。当時の武漢、そして今のピッキの状況がこれであって、そして感染して肺炎になったり、肺が白どくなる症状が出ます。と言いました。中国の社会でですね、 政府ではありませんが、そういう症状をまとめているところがあるんですよ。まずはですね、ピッキーのお年寄りの方は感染して熱は出ます。ただし、高熱でもないんです。そして喉は痛くないんです。そして元気になったよねと思ったんですが、その後急に、あの、亡くなってしまうんですよ。これに関して、あくまでネットでの統計ですので、中国政府としては何も言わないです。そして説明もしません。 しかし、今の中国ではですね、3年前のことと同じことをやっています。武漢で感染者が出て、それを無視にして、全国で蔓延しました。それと同時に、世界に嘘をついてしまって、武漢から世界飛ぶ機動機もいっぱい出ていってですね、当時は中国の旧正月の休みがあってですね、観光客はいっぱい出国しました。これで、世界でコロナというものが蔓延してしまったんですよ。 しかし今回はですね、少しは違います。みんな警戒しています。対応する方法としては、先に検査を厳しくしましょうと。しかしこの状態がしばらく続くとですね、対応がさらに厳しくなるでしょうと思います。3年前ですね、中央政府はアメリカが蔓延させたとか、アメリカが作ったものですよとか、中国に故意的に持ってきたんですよねとか、なのだとそういう 外国のせいにしましたね。しかし今はもう逆なんですよ。外国のせいにするのは厳しいんですね。本来であれば、中国政府はこれをきっかけにしてですね、真実の情報を世界に公開して、みんなで情報を共有しましょうとなって、そういう外国の関係も改善できます。そうすると、みんな、あの、先進国ですね、警戒はしないんですよ。そして、自由に行ったり来たりできるんですよ。 しかしですが、中国政府はですね、それができません。もし、真実の情報を公開してしまうと、海外のメディアですね、それを公開するんですよ。そうすると、中国にも流れてきますね。そうすると、中国人が、その真実をしてしまうんですよ。例えば、中国のマスクのことですね。ワールドカップを見ないとですね、みんな知りませんでした。外国ではもうマスクないよね、と気づきました。でも、中国ではですね、みんな、 外出禁止でした。今年のワールドカップでしたか。なので、自分のウッをですね、バレてしまうんですよ。つまり、習近平はいつも同じことをするんですよ。一つのウッをすることですね、え、百個のウッでかばうんですよ。そういうことわざがありますので。中国では未だにアメリカが悪いよねというふうに思っている人はいるんです。ただし、本当に減ってきました。習近平は今回も 最初の段階でアメリカのせいにしようとしましたが、厳しかったですね。まあ、どうしたかと言いますと、白い服を着る悪魔はですね、家に入ってきて消毒する人はアメリカ人ではありません。そして、ダウンチを閉鎖したんですね。あれもアメリカ人ではありません。あれはみんな共産党員ですよ。なので、アメリカのせいにしても厳しいんですね。ゼロ感染者政策ですので。 やはり、ゼロ感染者施策はもう失敗です。そして、習近平の施策ですね、その後変えて、みんな手を繋いで、ピークを迎えましょうという意味です。つまり、早く感染してしまって、早く落ち着きましょうと。経済は良くしますから、経済が良くなって、自分はですね、コロナからの責任の追求はもうされませんと、というような考えからなんですよ。 しかし、習近平の頭がやはり簡単であって、まあ、アホですから、二つのことは考えていません。一つですね、みんな一気に感染してしまうと、薬がないですし、病院もパンクですし、被害者が一気に出ます。そして、感染の波はですね、一回では済まないでしょうと思います。三回、四回、五回、六回あるかもしれません。そうすると、来年一年間続くかもしれません。次は二。 オミクロンがあって、前はデルタ、そしてコロナと言いますが、デルタの前はデルタの前にもあるんですよ。なので、これからも変異する可能性もありますので、この状態ですね、みんな気軽に外出して、消費して、サーフィ業は回復して、経済良くなるというのは、まずはできないんですよ。 期待できません。なので、これが落ち着いてからの経済ですね。でも習近平は慌てて経済を良くしようとしています。これは逆なんですよ。なので、どっちにしてもですね、あの、コロナの対策にしてもむしゃくちゃですし、ダメですし、そしてこの状態で経済をやってもですね、全く効果はないんですよ。経済は、にしてもですね、これからはダメとなってしまいます。またこれについて話をしたいと思います。この動画はここまでですと思います。 最後、犬のボタンをお願いいたします。ありがとうございました。